皆さんこんにちは。発酵食大学のゆりあんです。このチャンネルでは発酵食品と食物繊維を毎日おいしく取り入れるためのヒントをお届けしています。今日は発酵ずんだを作ってみました。これ本当に美味しくて超やばいです。タンパク質と食物繊維が豊富な枝豆を麹の酵素の力で甘いずんだあんに仕上げました。後半では白玉団子とずんだシェイクを作ってみましたので、最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。最初は発酵ずんだあんを作っていきます。冷凍の枝豆をさっと茹でて解凍します。冷凍があるので一年中いつでも作ることができますよね。冷凍の枝豆1袋を全部鞘から外したところ 160g でした。そこに乾燥麹を 100g 入れ、水を 60ml 加えます。全体をよく混ぜて、このあとヨーグルトメーカーで加温していきます。この時点では水分量はかなり少ない状態で仕込んでいきます。60度で8時間から10時間保温します。3時間おきに全体を均一な温度になるようによく混ぜてください。はい、蓋はせずに布巾だけをかぶして、加温していきます。これが10時間経った状態です。最初はパラパラだったのが、全体にかなりしっとりして、あんこぐらいの硬さ、テクスチャーにはなっています。これをハンドブレンダーで、潰して滑らかにしていきます。最後に塩小さじ2分の1を入れて、味を整えていきます。この塩がとても決め手になります。味が整うので、ぜひ味見をしながら塩の分量を決めてください。さあ、早速これを使って白玉を作っていきたいと思います。白玉粉に水を加えながら、全体をよく混ぜていきます。最初はボソボソして混ざりにくいんですが、水を加えながら全体を混ぜているうちに、きれいにまとまってきます。はい、このぐらいにしっとりとまとまってきました。硬さは耳たぶぐらいの硬さになるのが目安です。これを一口大の白玉の大きさに丸めていきます。沸騰したところに白玉を入れていきます。一度にたくさん入れすぎずに、5個から10個程度に抑えて茹でていきます。最初は沈むんですが、白玉が浮いてきたら完成です。冷水にとって引き締めます。
白玉に発酵ずんだをのせて絡めて召し上がってください。発酵あんこも合わせてお団子のようにして召し上がってもいいですよね。さあ次はずんだシェイクです。ずんだあんを 50g、 そこに牛乳や、今回は水切りヨーグルトを使いました。通常シェイクですと、バニラアイスを使うと思うんですけれども、今回は、ちょっとヘルシーにヨーグルトにしてみました。水切りヨーグルトがない場合は、通常のヨーグルトでも大丈夫です。材料をすべて入れて、ハンドブレンダーで混ぜていくだけです。甘みはお好みで蜂蜜を調整して入れてください。最後にこれも塩をほんの一つまみ入れると味が整います。ぜひお試しください。はい、タンパク質豊富な、カロリーも低いずんだシェイクが完成しました。このチャンネルが気に入ったらいいねやチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。